資産運用会社グローバルアンツリアリティの和田でございます。おかげさまをもちまして、当グローバルワン不動産投資法人は去る9月25日に上場15周年を迎えることができました。内部成長でございますけれども、分配金は目標の2000円台の巡航をすることができました。具体的に申し上げますと、前3月期2041円から当9月期は2136円と 4.7% の増配となりました。今後の取り組みでございます。分配金は今期2145円、来期2170円で発表させていただいております。当面の目標としましては、まずは2250円に向けてさらなる成長を目指してまいりたいと思っております。2期前ほどからこういった形のチャートで今後の取り組みですとかいろんな形で整理をしてございますが、ここ1両年いくつかの施策を検討して実施してまいっております。当面の重点の施策としては、まずは引き続き物件の特性を生かした形での賃料増額改定の継続、稼働率の維持向上、これで内部成長をさらに図っていくことだと思っておりますが、もう一つは資産の入れ替え、これについても具体的な検討をいくつか進めてございますので、時期にかなったところでやっていきたいと思っております。その他白抜きにつきましても継続検討をしてまいりたいと思います。内部成長サマリーのページになります。稼働率についてですが、右側の28期から30期の稼働率のグラフの通り 98% 台と高位安定で推移しております。次に賃料改定状況についてですが、ここ数年の賃貸マーケットの上昇トレンドを受けて23期から9期連続で増額改定を実現できることになります。 TK 南青山ビルのテナントリーシングについてご説明しております。 TK 南青山ビルの立地、スペック、希少性等から現行賃料を上回る条件を提示する複数のテナント候補とすでに商談が進行中であり、好条件の後継テナントを早期に確保すべく引き続きリーシング活動に注力してまいります。今後の賃料改定の見通しのページになります。当期の賃料増額改定を実現したことにより一部のレントギャップが解消した一方で、さらなるマーケット賃料の上昇を受けてネガティブレントギャップが拡大し、マーケット賃料が現行賃料を超過する額が前期においては現行賃料総額の 6% でしたが、今期は 7.3% まで拡大しております。順次賃料増額改定に向けた交渉を継続していきたいと思います。近信大の優位性を重視した GOR のポートフォリオ戦略についてです。昨今の人手不足への対応、働き方改革の推進、 ESG 意識の高まりといった社会的要因を背景に、オフィスビルで働く従業員の利便性、快適性、効率性、柔軟性が重視されるようになってきており、グローバルに展開している企業を中心に自らの ESG に対する取り組みとして環境に配慮したビルを先行する動きも出てきています。 GOR が保有する有料オフィスビルは近信大の優位性によって変わりゆくテナントニーズに対応することが可能であることから、中長期的にも高い競争力を有し、収益の維持向上が可能であると考えております。資産入れ替えの際の検討ポイントについてまとめております。1年前より戦略的な資産入れ替えを投資主価値向上の重要施策として掲げておりますが、現在具体的に検討を進めている資産入れ替えに限らず、これらの検討ポイントを総合的に勘案しながらあらゆる可能性を検討してまいります。